ジョンソン博士のイエチズ・ジョンソン博士の家は18世紀イングランドの作家で辞書編三者であるジョンソン博士ことサミュエル・ジョンソンの旧宅を文学館にした展示施設である。イギリスの一級指定登録建築物である。現在は歩行者しか入れなくなっている L 型の小さな路地であるゴフスクエア17番地にある。このりの周囲は古い通路が入り組んでいて、 フリートストリートのすぐ北側である。4柱まで5階建てである。セントラル線のチャンスリーレーン駅から徒歩で5分少々、ナショナルレール及び、ロンドン地下鉄サークルディストリクト線のブラックフライヤーズ駅から徒歩10分ほど、サークルディストリクト線のテンプル駅からも歩くことができる。近くにジョン・ハンターのコレクションを収めたハンテリアン、博物館がある。 ジョシュア・レノルズによるサミュエル・ジョンソンの肖像画。17世紀の末に、ウール商人であるリチャード・ゴフがこの家を建てたが、ゴフは1728年に亡くなっている。クレーター・ロンドンの他の場所には17世紀末の家が、まだいくつも残ってはいるが、スクエア・マイルコトシティ・オブ・ロンドンに残っている。この時代の家屋としては、珍しい例であり、シティで、ジョンソンが住んでいた18カ所の中では唯一。 現存する家屋である。ジョンソンは1748年から1759年まで家賃30ポンドを払ってこの家に住んでおり、ここで有名な英語辞典を編纂した。19世紀にはホテル、印刷所、倉庫などとして使われていた。1911年に新聞業界の大物で政治家だったセシル・ハームズワースがこの家を買い上げた。ハームズワースは あとに、1911年4月にこの家を買った時は、見たところ不潔と腐食そのものといった感じだった。ロンドン全体を探しても、これより、絶望的に荒れ果てた住宅があったかどうか疑わしい、くらいだと述べている。ハームズワースは、建築家であるアルフレッド・バーの監督のもとで家を修復し、1914年に、一般公開にこぎつけた。ゴフスクエアにある、 ジョンソン博士の家。現在はチャリティトラストであるジョンソン博士財団により管理されている。鏡板を張った部屋と松材の階段に18世紀の家具、版画や肖像画などを展示した博物館となっている。内装は非常にシンプルであるが、ジョンソンの人生と作品に関する展示を見ることができる。ジョンソンの親しい友人だったスレールプジンの T セットや、 ジャマイカ系の使用人で、ジョンソンの財産の大部分を相続した、フランシス・バーバーを描いたのではないかと思われる、肖像画も所蔵している。2019年1月時点の入場料金は、大人は7ポンド、子供は3.5ポンドである。1876年に、ロイヤル・ソサイティ・オブ・アーツにより、家の外側に、ジョンソンが住んでいたことを記念する、ブループラークが取り付けられた。 ジョンソンの故郷であるリッチフィールドのジョンソン家の家屋もサミュエル・ジョンソンバースプレイス博物館となっている。ありがとうございます。